はい、どうもこんにちは、 ABC 学園です。久々の投稿ライブとなっております。で、一応ですね、一緒にあのスマホでも撮っておりますということで、今日はこちらですね、太陽の雫と星の雫です。で、この両者ともにですね、まああのまたメーカーよりもね、結構優秀なものとなっております。まあ、何が優秀かっていうと、やっぱりですね、アレルギー数っていうのが、まあ、低いです。まあ、アレルギー数って言っても、ただね、うちが僕が今決めてるだけなのであれなんですけども、まあ、あの市販で売ってるやつよりは断然いいのかなと思います。まあ、昔に比べたらですかね、今はもうどれもこれもね、大体いいんですけども、まあ、中国で買うものには気をつけてくださいということでですね、こちら旧バージョンと新バージョンで両方ともですね、ハードタイプになります。で、その次がソフトタイプ、この色合いですね。で、グミがあります。で、パジコさんはですね、結構やっぱ粘土のメーカーでもあるので、この粘土を目指したの、なんですかね、スイーツ系を目指したんですかね、スイーツ系を目指したのか、このグミタイプっていうのがですね、なかなか、そういうメーカーの方にもですね、聞いたところ結構難しい、よくこういうの作ったねっていう話になっておりました。なのでですね、結構ほんとグミタイプ、まあ、あのよく食べるようなグミとかの感じの触り心地というよりも感触ですかね、こうグミグミグミってした、グミグミグミってしたね、グミグミグミってした感触ができるものなんで、見るだけじゃなくて触る内容としても、まあ、これをおすすめします。で、その次にハードよりもソフトの説明をしたいんですけども、こちらのソフトなんですが、まあ清原さんのとこよりは断然的にいいですし、まだサラサラします。まあ、うちの方がまだいいんですけども、でもまあこっちのね、最新版の方がもっといいです。で、これの使い道的にもですね、まあ、あのバングル系を作る人とかにも勧めていた感じですけども、今は結構ですね、ただソフトで、まあ、こういった感じのこれですね、これ感じにできるよって、そういった作品に使ってくださいと、まあ、これもグミと同じような感じで使ってほしいイメージです。ソフトタイプ、そこまでですね、ソフトに対して各メーカーなんですけども、ちょっと難色ではないですけども、まあ出して何を作るのかっていうところに悩みがあるみたく、基本やっぱりハードが一番主流で売れているし、その使い道的なものも結構出ております。なんでですね、パジコさんのアワードとかあった場合ね、ソフトやグミを使ってまあ、作品作りに活かしてもらうと、まあ、今度また会った時はですね、ちょっと注目を浴びる入賞という形になるんじゃないのかなと思っております。はい、ということで話戻しまして、こちらのハードはですね、結構やっぱり優秀でした。まあ、こっちも優秀なんですけども、やっぱですね、このパジコさんのどのレジン液にもですね、特徴的なものがありまして、それは香料は違うのかな、匂いが独特なんですよね。ここのメーカーでしか多分ミント臭みたいな匂いがします。で、一応このね、パジコさんのちょっと気をつけてほしいっていう点が、まあ見えないですね、あるんですけど、対象年齢っていうのがですね、どこかに書かれていたんですよ。で、ちょっと見にくいと思うんで、僕自身の肉眼で確認するんですけども、ちょっと書いてないですね。確かですね、13歳とか12歳とかそんな感じの年齢表示があったんですけども、それはパソコンホームページに出てたのかな。まあそんな感じなんです。だから気をつけてくださいっていうことですね。まあ、うちの店ではですね、結構もう12歳以下、要は小学生の子とかもですね、体験しに来たりしております。それはですね、結構難しくはなく、もっと簡単に考えて、簡単にやれば簡単にできるし、注意を払いながらやれば必ず、まあ、対象年齢赤ちゃんじゃない限りできます。
そしてですね、今やっぱ若い子、本当幼い子もですね、レジンをやりたいっていう人がやっぱ世の中にいまして、それは何なんだろうな、 YouTube の力なのかなっていう感じでも思っております。結構ですね、若い子たち、本当子供とかもですね、 YouTube とか見たりもしますし、大人の方がね、その YouTube を参考にしてやられる方もいるので、それでですね、たまにこういったのが出てくると思えで、これを選ぶっていう人も中にはいます。ただ僕はですね、 YouTube でもうちょっと残念っていうよりもですね、ちょっと100均のものばっかを使っているところが多くありまして、まあ100均のレジン液でも、まあ、できなくはないんですけども、やっぱり価格相応のものであって、素人の人がやる分には、まあお試しでやる分にはいいかもしれないですけど、その分失敗率もちょっと高いのかなと思います。はい、こちらですね、新タイプが出たから、このこれですね、これだけ1500円の価格だったのに1200円と値下がりになりました。でこっちのね、芯のソフトとグミもあるんですけども、こちらの値段だけ変更はありません。これちょっとなんでだろうなって、まあ、僕なりに考えてもメーカーさんの、ね、話は聞いてないんですけども、とりあえずですね、やっぱ生産ロットの過程において、まあ、こちらの方がですね、まだ多く売れるから、まあ、価格交渉もしやすいのかなと。原材料とかも、まあ、仕入れる、一括で仕入れることができて、まあ、安くはできてるんだろうと思います。ただこれをですね、価格を1500円という定価にすることによって、まあ、これと同レベルな金額は良くないよねということで、こちらの金額をですね、1200円と落とした形になります。で本当にですね、これ優秀なんですよ皆さん、まあ、もちろんね、これも優秀だったんですよ。でもこっちよりもやっぱこっちの方が固まる速度速いです、相当結構速くて。ただまあ注意した方がいいのが、僕はですね、家の LED でも固まると思ってるわけですよ。で、そのお客さん、買われるお客さん、うちの店に来るお客さんも LED で固まるっていう、LED っていうか家の電気で固まるって言われるんですね。で、それがじゃあ何なんですかって言ったら LED ですって言われるんで、まあ LED でも固まるんだろうなと思うんですけども、ちょっとですね、見えないと思うんですけど、ここにですね、硬化しない家庭用 LED 照明って書いてあるんです、こっちね。書いてあるんですけども、でも真ん中の方にですね、蛍光灯で窓際って書いてあるんです。蛍光灯窓際は硬化しやすいよ、硬化反応ありで、最速で硬化するのは UVLED と UV ライト太陽光って書いてあります。でこれでですね、皆さん結構利用方法、まあ、利用している環境とかが僕たち的にはそのメーカーさんも含め見れないので、わからないので何とも言い難いんですけども、でもまあ、とりあえず太陽に近いんじゃないですかっていうことですね。で、あとは熱ですね。熱によっても硬化します。だから太陽の光で熱を帯びて固まることもあるし、まあ遮光なんですけども、暗い場所に置いてあったとしても熱で固まることもあります。で本当にですね、やっぱ化学反応なんで、まあ、どのレジン液もね固まりますっていうことでね、この固まる理由っていうのがなかなか難しくて何とも言い難いので、細かくなるので省きますけども、とりあえずこっちはいいよ。でですね、まあ、メーカーの中で一番先に出したと思うんですね、 UV、 あ違うな、これ2番手ですね、 UVLED2 番手なんですけども、でもですね優秀です。やっぱこの安全、結構安全なんですよ。これでアレルギー出たっていう人は、まあ、100人中1人いるかいないかぐらいのレベルで、その元アレルギーだって言った人は元からアレルギーを持っていた人で、そこからなおさら発症したっていうだけの問題なので、これでもっていう感じで、ね、よく考えてみてくださいね。とりあえず優秀です。でなおさらですね、これも最新、まだ出始めて間もない、簡単に言うのは、まあ、でも1年以上経ってるので、まあ症状とかね出る人はいるのかなと思うんですけども、でもやっぱ UVLED の LED の力が強くで、 UV の、ね、力は多分すごい少量にしてると思うんですよ。でも固まるようにしてあると思うので、まあ今までちょっと怖がっていた人、まあこれじゃん、もう一個ね、怖がっていた人もこれを利用してもらえれば
まあ、安心に遊べるのかなと、手芸としてレジンアクセサリーを作れるのかなと思います。でこれの本当特徴はですね、あの皆さん分かりますかね、こう今ここの場で実物があるんですけども、クリアなんですよ。クリアなんだけど、いいですか、クリアなんだけども、ちょっとクリア、クリアっていうかなんか違うんですよ。これ見えますかね、ちょっと青があるからあれなんですけども、まあ、黄色はまあどこのメーカーのものか分かんないですし、とりあえずまあこれのね旧タイプで、まあ、ガンガン太陽光とか当てたのかもしれないですけど、これちょっとね皆さん分かりにくいかもしれないんですけど、青みがかったクリアなんですね。この青みがかったクリアっていうのが結構斬新で、本当のクリアを求めてる人には正直な話これは不向きかもしれないです。本当のクリアっていうんだったらね。でもこの青みがかって綺麗な透き通った色合いだなって思う人には断然的にこれがおすすめです。でうちのね ABC のレジンは青みがかってなくて本当にクリアな感じとなっております。まあガラスみたいなね感じになってます。でまあこれは高価で、そうそうそう、UV はこういうことがなる率が高いです。黄色いね、どのレジン液でもですよ、うちのレジン液でも。でもまあこの通常の UV のタイプでいうと、まあ、5年間ずっと置いてあるんですけども、まあ、うちのレジン液はまだクリアなままです。でもやっぱこれも清原さんもちょっと基盤できております。はい、こういう感じにですね、ちょっとまあ、青みがかったクリアな感じになって綺麗なので、そういう人にはおすすめです、こちらの星の雫。まあ、ということでですね、もう余談ではあるんですけども、これ結構パッケージ間違えて買う人がいるんですよ、アマゾンで。僕はやめてほしい。まあ、使い勝手まあ、固まれば何でも一緒でしょうって思われている方はね多くいらっしゃると思いますが、まあ、2番、うちもね、あんまうまく言えないんですけども、うちは2番センチ、3番センチで、できる限りオリジナルで、こういった感じの粘土で、もうちょっとレベリングって言われるよ、なんかこう、表面に塗った時に剥がれないとか、寄らないとかいう感じで話して決めてはいるんですけども、まあ、パッケージをとりあえずですね、これに似立てた偽物商品っていうかね、名前もちょっと似てるんですよ、カタカナにしたらっていう。そういった商品もあるので皆さん気をつけてほしいです。まあこれはもうグレーゾーンっていうよりも何ともしようがないね、あの販売の自由なのでどうしようもないんですけども、できる限り皆さん、ね、うちのレジン液かもしくは清原さん、パジコ、そしてまあケミテックねぐらいの3社ぐらいをぜひですね買っていただきたいなと思っております。はい、僕は本当にこれもねおすすめです。はい、このメーカーさんいいです。この説明を僕なんか前回した気がするんですけど、ツイッターにも流れてないし、なんだろうな、途中でお客さん来たから何回もやめたからやめたのかなって感じだと思います。でも本当これ本当いいんで、皆さんもぜひお買い求めください。僕清原さんかパジコさんっていう話になった時、まあ金額帯的に言ったらこれでも、もっといいのを目指すんだったらこれです。将来的にもね長くね愛用してもらう。で皆さんに言いたいことがあるんですけども、ハンドメイド品を販売するにあたって僕一番気にしてほしいのは、今が綺麗だったらいいっていう人たちに対してちょっと気をつけてほしいなと思います。1年2年ね、3年4年と続くような綺麗な作品であってほしいので、できればうちのレジン液かこのねレジン液、まあ、清原さんの UV LED でぜひ固めてほしいです。でその他のねこうネットだけにしか出てないようなレジン液は本当気をつけていただければなと思います。販売する責任って結構その場で、まあ、説明とかするだけが責任ではなく、やっぱ長年使ってもらえるような作品をね、ハンドメイドは高く売ってこうよっていう人たちにはなおさら気をつけてほしいなと、
100円のレジン液でその作品が1,500円、2,000円労働が結構するからっていう方もいるかもしれないですけども、その2,000円、3,000円とかで販売をしていきたいと思うんだったら、ぜひですね、こう高品質なちゃんとした、まあ、レジン液で販売をしていっていただければなと僕自身は思います。はい、そんな感じでぜひですね、あ、これのね、これもう一つ言いたかったことがあったんです。これ気をつけてほしいのがですね、どれかとどれかのプラ版で結構お客さんの中でちょっと質問が何個かあり、それはもう本当その物と物の相性だよっていう話をしてるんですけども、パジコさんの中でこれかな、これでか、これをプラ版でトップコートとして塗ってる人がいるんですね。でそれがですね、結構プラ版とペリンって剥がれやすいんで、そこ気をつけてほしいです。それはですね、本当低粘土レジン液を使っていただければなと思いますので、ぜひですね、こうプラ版でもし失敗してる人は他のレジン液で試してみてください。で僕的にはですね、触り心地的にいいのはこっちの UV LED のタイプになります。はい、でこれはこれでね、ゆっくりやりたい人は絶対的にこっちの UV のレジン液にしてください。でも早くてもパッパパッパできるよっていう人はこっちの方がいいと思います。はい、そんな感じでちょっと長くなってしまいましたので、この辺で終わりたいと思いますが、レジン液は清原パジコ ABC、 まあ、キミティックもあるんですけどね。はい、この4社で4社うちの社を入れていいのか、まあいいかということでですね、頑張っていきますので、ぜひですね、はい、使い方、手癖によってレジン液は本当使い分けた方がいいので、本当にわからない人はですね、こう私はこういう風に使ってる、こういうことをやってるみたいな話をしていただければ、僕自身だったらいろんなね提案ができますので、ぜひですね、悩み事とかありましたら ABC 500円本店の方に来ていただき、まあ、そのことをね、その旨を伝えていただければ、まあ、あったレジン液を紹介することができるのかなと思います。でも大体一緒なんで、大体ねメーカー品と ABC を選んでいただければどれでもいいと思いますが、まあ、うちのレジン液は低粘度、高粘度、そして普通、そして着色用のレジン液とかいういろいろね種類に分かれて、使いやすさを提案しているので、ぜひお越しください。最後まで見ていただきありがとうございます。今日はパジコさんの紹介でした。ということで最後までありがとうございました。バイバイ。